嘘は嘘であるとか、見抜けるる人ででないいと難ししものがあるでしょうねそれのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いた、あですか写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかにゃなって、あなたの感想ですよね。<う>なんかそういうデータあるんですかあそれはでも、そういうふうにしか理解ができない知能の問題バーあ、ごめんなさい。<laughs> <laughs> で日本以外、日本人以外から見た日韓関係と日本が関わってない時の韓国ってどう見えていて何て思われてますか見えやすさと見た時の感想。見た時の感想が知りたいです。えー、っと、そうですね。あのー、ま、アメリカとかそのヨーロッパから見えてる韓国っていくと、韓国映画とサムスンと、あと、かあの、K-POP の3つですね。 なので、どちらかというと、その、アジアの技術文化大国っていう、あの、日本がクールジャパンって言って世界の人に思ってもらいたかったイメージを、だいぶ韓国はうまくやっちゃってますね。その、韓国映画で、あの、パラサイトっていうのが、あの、アカデミー賞を取ったんですけど、なので、その、映画の実力としても韓国って結構あるよねっていうのは割と世界中で知られてるんですよね。えっと、慰安不像は、えっと、慰安不像とか、あの、海外の人は知りません。<laughs> <laughs> あのその要は例えばイギリスとフランスってあの漁業圏で揉めてるんですよ。 あの、フランスの北側にイギリスあるじゃないですか。で、あの、要は、あの、魚取っちゃいけない期間っていうのが、まあ、国によってあるじゃないですか。この期間は魚取っちゃいけませんよっていうのが、それが、イギリスの方が解禁が早いんですよ。なので、イギリスが先にわーって取っちゃって、で、取り終わった後にフランスっていうので、ね、ふざけんなみたいに揉めてるんですけど、知らないでしょ、日本人。<laughs> その、イギリスとフランスが漁業圏でいつも揉めてるなんて。っていう感じで、その、海外の他の国が小競り合いをしてる で、その、要は他の国からとってみると、日本とか韓国って超どうでもいいほど遠いとこなんで、そこが小競り合いしてるとか、なんかその、女の子の像があってうんぬんとか、超どうでもいいんですよ。なので、あの、要は他の国って日本のことどうでもいいと思ってるし、韓国のこともどうでもいいと思ってます。でもじゃあ、スペインとイタリアの差とか説明できないでしょ。なんかここらへんみたいな感じでしょ。っていう感じで、あの、他の国のことってみんな興味ないんですよ。うにだ 大卒夫婦には借金を負わせる子育て負担には「お前が好きで産んだから自己責任」と突き放して少子化加速パソコン触ったことのない IT 大臣で IT 化を遅らせて経済を弱体化日本の人口と経済を弱体化させる陰謀という冗談のはずが。 えー、世界では日本の政治と宗教のつながりはどのように報道されていますかまたどのように見られているんですかで話題にもなってないですか日本で統一協会とコロナのことばかりですが、ウクライナとロシアのことはほとんど消えてしまったように思います。日本の報道から世界を見てだいぶずれてるんでしょうかえっと、ちょこちょこは流れてますけど、あの、日本の政治って他の国から見るとどうでもいいんですよね。 <laughs> あの,の、日本人の人って、その日本は、なんか、そのすごく、なんか、あの、世界の中に、そのポ、なんか、地位を占めてると思いたいがちなんですけど、残念ながら、今、あの、ヨーロッパとかから見ると、日本ってそこまで重要な国ではないんですよ。で、安倍さんの名前ぐらいは知られてるので、あの、安倍さんが撃たれて死んだよね、は世界中のニュースになったんですけど、でも、 元首相安倍、じゃあ今の日本の首相誰ですかって言って、答えられる海外の人ってほとんどいないと思うんですよね。まあその日本の政治大好きですっていう人であれば、秋田さんってなると思うんですけど、あの、残念ながら、あの、日本の首相誰なのかっていうと、マジどうでもいいって話で、じゃあ安倍首相がなぜ殺されたのかっていうので、その、統一協会の信者が殺したとかであれば、まだその統一協会というカルトの話になるんですけど、その、 殺した人は統一協会の信者ではありませんってなっているので、結構ややこしいんですよ、話が。で、自民党が統一協会と絡んでるよね、ぐらいは、まあそういう話はポロッと出るんですけど、まあその程度の記事で、まああの統一協会とそのあの安倍首相というか自民党が絡んでいて、まあこういうのがありましたよねっていう記事がちょっと出るっていうぐらいで、その日本みたいに連日その、なんかこんなニュースがありましたとか、井上さんという人が統一協会のなんかあの指示を受けて議員になりましたみたいな細かい話までにならないです。 父親が母親を殴っても文化的には許容されてしまう国は IT 投資がされないので先経済成長ができなくなるという説明を順序立てて出るけど理解できる人が少数派なので日本経済の低迷は続くよねと、えー、ここ2年です学校教材日本史資料集で日本人は勤勉で出先が器用であるという評価があるという文が載っていましたフランスに住むひろゆきさんが海外から見た日本人らしさというコラムを任された日本人をどうラベリングしますか えっと、アニメとアダルトビデオが好きなあの手先が器用であるは多分日本人が思い込んでるだけで他の国からはそんな思われてないんですよ。 あのインドネシアのバリ島とかにその10年をかけて1個の木造を作るみたいなそのひたすら木工をやる人たちっていうのがいてで要は1個に10年かけるのでめちゃめちゃ精密なんですよね。であとその台湾とか中国になるとその造形をひたすらちっちゃいのを細かく削るとか、まあ、米粒に字を書くとかっていうのも含めてめちゃめちゃ細かい作業をする人たちっていのがいたんですよね。で あの日本だと昔は蒔絵って言われるその金細工の時代のものであればある程度ヨーロッパとかも評価されてるんですけど現時点でその日本人が手先が器用であるというので売れてるものってほぼないんですよその昔の江戸時代の人たちがすごいよねっていうのはあるんですけどで切り絵って別に手先が器用だから作れるわけじゃないからね切り絵作家なんて世界中にいっぱいいるし日本企業は関税がなくなり輸送コストが安くなり 労働者を保護せず社会保障もない国の企業と戦うことになった価格競争では必ず負けます研究開発と人材に投資をしなければ日本経済は落ちてくだけ投資ができないゾンビ企業を雇用のために存続させて日本全体を落としてるのに気づかない大衆なのであのアダルトビデオに関してのバリエーションの多さは世界中日本を超える国はないです。 まずそもそものアダルトビデオというあのマーケットがある国がそんなに多くないんですけどあのもう分かりやすいポルノとかは英語圏にあるんですけど透明人間が出てくるとか,なんか時間を止めるとか,なんか不思議な設定の企画ものって僕他の国で見たことないですよね。<laughs> なのでああいう点でいくとあとその,あのマジックミラー号みたいなやつとか,だからそういうのはあの日本独自なんで高橋かなりさんが多分日本人のパブリックイメージを作ってると思うんですけど。 で、あとはそのまあアニメは割と世界中でもそのアニメといえば日本っていう認識は割とあるので、で、最近だとゲームが日本っていう認識はもうなくなってますね。あの、任天堂はすげえとは言われてるんですけど、ただその、あの、要はゲームは世界中のメーカーがいっぱい作っていて、任天堂っていうメーカーが日本にあるよね、みたいな感じで。 でもあの、アサシンクリードっていうゲーム、まあ、ゲームやる人聞いたことあると思うんですけど、で、あの、アサシンクリードを作ってるゲームメーカー UBI ソフトって言ってフランスにあるメーカーなんですけど、そんな感じであの、フランスのメーカーでもいいゲーム作るよねっていう感じで、任天堂っていうのはまあ、あの、名前を知られてるっていう状態なんですけど、じゃあ、日本のゲームって世界中で売れてるかっていうと、そんなに売れてるのないんですよね。中国でヒットしている電気自動車、60万円で4人のリアコン付きで、最高速度は時速105キロで、 後続距離は100キロ軽自動車の代わりとして十分実用的なスペックと値段安価な電気自動車市場で日本メーカーは置いてけぼりの予感 その、ま、世界で今売れてるゲームっていうと、その、あの、e、EA だったり UBI ソフトだったりとかっていう、その、あ,あの、英語圏でうまく売れてるゲームを指すので、その、RPG とかで言うと、日本だとじゃあ、ファイナルファンタジーとかドラゴンクエストってなるんですけど、その、ま、ファイナルファンタジー14を除いて、日本の RPG って JRPG と呼ばれていて、その、日本人が好きなタイプの RPG だよねっていうくくりで、世界の中にはそのオープンワールドの RPG が普通だったりするんですよね。 なので、そこら辺の違いというのがなかなか、要は、厚堀揺れたよ、ニンテンドだから。なので、ニンテンドの、そのスイッチだったり、ニンテンド独自文化評価されてるんですけど、それは日本が評価されてるんじゃなくて、そのニンテンドが評価されてるって話です。なので、日本人がこうだよねっていうのでいくと、だいぶ減ってるんじゃないかなと思います。で、自動車に関して言うと、そのトヨタとか日産とかホンダとかマツダとか色々あるよねってなるんですけど、 フランスではもうそんなに日本車見ないんですよね。トヨタのプリウスぐらい見ますけど、レクサスとか。で、家電製品でも、あの、テレビだと、トヨ、あの、東芝、シャープ、ソニーをたまに見かけるんですけど、もう基本フィリップスだったり、GE だったりとか、あと中国のメーカーだったりっていうので、で、それ以外の家電製品はもうほぼほぼ、そのヨーロッパだったり、中国だったりするので、 なので電化製品で日本っていう文化もほぼほぼ他の国からは駆逐されてしまいましたとなので日本人が思う日本っていうのとその海外の人が思う日本っていうのはだいぶ違いますよっていうのはここ5年10年でだいぶ変わったんじゃないかなと思いますはい。円安で日銀を責める人は間違っていて円安対策で利率上げたら倒産と破産が激増します年金と貯金で暮らす人は 景気が良くなると物価が上がるので、短期では景気が良くならない方が得です。日本人の三分の一は年金受給者です。なので、岸田政権の検討中で、何もしないが発動、えー。海外の反応的な動画で、日本の技術や文化が褒められているという動画が人気。ですが、アメリカの最大の投稿。スタトを見る限り、日本のイメージはかなり低下していて、むしろ、第二次世界大戦に対する認識、男女格差、保険などでよく叩かれています。技術的な面でも、日本はもう遅れているというコメントがよく言います。実際、褒められるより叩かれている方がいい気がしますが、実際の日本のイメージはどうでしょうか。 これも間違ってると思います。あの、えっと、叩かれもしません。あの、もう日本の存在を忘れられてるが正解だと思います。要は、あの、中国とかって、まあ話題になるし、割とそのアメリカと戦ってるのって分かれるんですけど、あの、例えばじゃあ、日本で、えー、イタリアのこと話題になりますかとか、その、ギリシャ、トルコのこと話題になりますかっていうと、トルコ料理美味しいよねとか、 あなんかあの、ギリシャって昔オリンピックあったよね、とか、なんかその、話にはなるんだけど、現代のギリシャとか、現代のトルコの話ってしないじゃないですか。最近のトルコのメーカーの新製品の話とか、イタリアの話って言っても、まずフェラーリーとかありますけど、っていうぐらいしかしないんですよね。なので、あの、日本ってみんな知ってるけど、日本のことを知らないし、話題にもならないっていう、その、褒められもせず、叩かれもせず、話題にならないっていうポジションにすでに日本はいます。はい。 まあ、オリンピックで多少話題になってますけどね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。Whose fault? i s our fault or your fault?Whose f a u l t w h o s e fault? いや、ね、いよどこ帰るんですか、うん <laughs>